はい、どうもこんにちは、福田です、えー。今日はですね、セゾン資産形成の達人ファンドを積み立て投資していたらどうなっていったかを検証していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、このチャンネルなんですけれども、思い込みを排した少しでもベターな投資判断につながるような 参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、やってることは投資信託とか個別メーカーの過去データの分析動画を作っております。なので、リクエストあったらですね、コメント欄に書いてもらえれば対応させてもらいますので、投資の前の検討とか投資の後の確認として使っていただければと思います。で、推奨する視聴環境はこの3つでして、結構文字とか数字が小さくて長弱になるので、なるべく大きな画面で、なるべくいい画質で再生速度早めての視聴を推奨しております。で、これ僕の簡単なプロフィールで、 証券会社の営業だってそこからはトレーダーーダとしてて立っておりりまままますすここれれご参考ででににのパフォーマンスになりますはい。というわけで、まずは基礎データ等々から洗っていきましょう、えー。今回取り上げるファンドがですね、セゾン資産形成の達人ファンドになります。運用開始日が2007年の3月15日。で、投資対象が国内外の投資信託になってまして、これはいわゆるファンドオブファンズっていうふうな、そういった形式になります。 で、召喚日は設定されていなくて、信託報酬は1.34%だそうです。で、積み立てのルールですね、えー。この3つなんですが、まず買い付け頻度が1ヶ月に1回。で、具体的には、えー、20営業日に1回になっております。で、1回あたりの積み立て金額が10万円です。で、積み立ての期間はそれぞれ1年、3年、6年、9年、12年。この5つのタームでやっていきたいと思います。で、検証していく事項なんですけれども、えー、この3つでして、まずは、えー、積み立て期間終了時において、えー、損益がどれくらい になってていいいいいたたか、えー、こいつを見ていきたいと思いますで、次に、同期間において一括投資をした場合の損益はどうだったか、これを見ていきます。で、最後に、積み立て投資と一括投資のパフォーマンスを比較をしていきます。で、検証期間は2007年の3月15日からになります。で、えー、リターンなんですけども、リターンってこの3種類ありまして、えー、今回見ていくのが、えー、分配金が出ても、そいつを受け取らずに再投資した場合のリターンである、分配金込みのリターンを見ていきたいと思います。で、注意事項はこの2つでして、 で、今からですね、パフォーマンス見ていくんですけども、それはですね、あくまでも過去の結果なので、今後はどうなるかわかんないってことだけご留意ください。で、多分同じにはならないと思います。で、仮にですね、リターンが良かった理由、良かったとしても、その理由っていうのはたまたまマーケット全体が好調だったからっていうことだけ、まあ、そんなのかもしれないってことだけご留意ください。はい。では、これからですね、データを見ていきたいと思います。 はい。では、まず積立投資のパフォーマンスから見ていきます。え、これがですね、2007年の3月15日から2021年の12月31日までの間の各積立のタームにおける分配金込みのリターンですね。それを示したものになります。では、まずここの1年のところから説明していきます。これ、サンプルが3382となっているんですが、これはですね、2007年から2021年までの間で1ヶ月に1回10万円を積立投資するっていうのを 1>, 1年間続けられた人の数が3382人という意味になります。で、これ1年間積み立て投資するので、合計の投資金額は120万円ということになります。で、この3382人のうち 71.、71.56%に当たる2420人が1人平均で12.31%の利益。で、28.44%に当たる962人が1人当たり平均してマイナス9.72%の損失。で、全部平均すると6.05%の利益になりましたって意味になります。 ますで、ここの下のところはですね、え、各、えっ、ー、と、リターンやら何やらを、え、ここの120万円で金額換算したものになります。なので、利益の場合は、だいたい15万円ぐらい利益が平均して出ていて、で、損失の場合は、だいたい平均して、え、12万円ぐらい損失が出ていて、で、全部平均すると、だいたい7万円ぐらいの利益になってましたっていう意味になります。で、標準偏差はリスクと呼ばれるもので、え、リターンの振れ幅の大きさを示すものになります。なので、この場合は、え、1年間の積み立て投資のリターンの振れ幅の大きさなので、 でここの6.05を中心に上下にプラマイ12.89のリターンの振れ幅がまあ大体ありましたよって意味になります。で、下のシャープレシオはですね、ディスクに対するリターンの獲得効率、それを示すものでして、計算式は平均リターンをディスクで割ったものになります。で、最大リターンと最小リターンとあるんですが、この場合は1年間の積み立て投資での最大リターンと最小リターンって意味になります。 それなので、一番が良かった人は、えっと、1年間の積み立て投資で45.78%資産が増えていたんですが、一番が悪かった人は、1年間の積み立て投資で42.25%資産が減っちゃってましたって意味になります。で、それを金額換算すると、えっと、最大のリターンは、え、だいたい55万円ぐらい。 で、まあ、利益が出たのに対して、えっと、最初のリターンっていうのは、えー、50万円ぐらいの損失が出ましたっていうふうな、えー、そういった形になります。えー、とりあえず、えー、これが1年で、で、同じ方式で、ここの3年から12年までやってあるんですが、まあ、ついでに、ここの3年のこところも解説しておきたいと思います。えー、これはですね、2007年から2021年までは同じで、で、1ヶ月に1回10万円を積み立て投資するっていうのを、えー、今度は3年間続けられ,人けられた人、の数っていうのが、2902人っていう意味になります。で、えー、今度は3年間積み立て、 投資するので、になります、すこのうちですね。で、えっと、9.37%に当たる272人が1人当たり平均してマイナス3.74%の損失。で、全部平均すると22.39%の利益になってましたっていう意味になります。で、金額換算すると利益は90万円の利益。で、損失は 13万円ぐらいの損失。で、全部ひっくるめると、だいたい80万円ぐらいの利益になりましたって意味になります。で、標準偏差は、この場合は、3年間の積み立て投資のリターンの振れ幅の大きさなので、なんでここの、 22.39を中心に上下にプラマイ19.75って意味になります。でシャープル賞がこんな感じで、最大リターンと最小リターンがこういう風になってまして、一番運が良かった人は67.19%資産が増えていて、一番運が悪かった人は16.83%資産が減っちゃってましたって意味になります。で、最大だと241万円ぐらいの利益が出ていたんですが、最小だとというか一番運が悪いとだいたい60万円ぐらいの損失になっちゃってましたっていうふな、そんな感じになります。 とりあえずこれが3年で、同じ方式で6年、9年、12年っていうふうな、そんな感じになります。で、これで若干外観するんですけれども、この6年まではですね、えー、とわずかながら損失が出ているんですが、ここの9年と10年、12年ですね、ここに関しては損失がゼロってなっているので、まあそれなんで、こっから言えることはですね、この2007年から2021年までの間においては、9年間以上積み立て投資をしてた人っていうのは、損した人は0人、つまりは全員が利益が出てましたっていうふうな、 そういった形になります。で、12年が見るとですね、これ平均リターンが126.08ってなっているので、まあそれなんで平均して資産が大体2.3倍ぐらいになっているって感じですね。まあつまりは、ここのところでもわかるんですけども、えっと、12年間投資すると1440万円を積み立てで投資していくわけなんですが、その投資に対して平均して利益が 1,815万円出ていたって形になるので、まあ、えっと、概算すると、えっと、1,400万円が3,200万円ぐらいに平均してなってたっていうふうな、えー、そんな感じですね。で、最大リターンと最小リターンを見ると、まあ、一番運が良くてもですね、165.93なので、まあ、そこまで遜色ないんですが、一番運が悪くても66.11、えー、つまりは1,440万円の投資に対して、952万円ぐらいの利益が出ているので、まあ、そんなに悪くはないんじゃないか,な,いかなっていうふな、というか、えっと、成績自体は全然悪くはなかった。 だっていう風な、そういった感じになると思います。とりあえずこれが積み立て投資で、次ですね、同期間においてですね、一括投資の場合、これどうだったのか、こいつを見ていきたいと思います。ではまず1年から説明していきます。この場合は2007年から2021年までの間で、最初に一気に120万円をボンと投資して、で、そこから1年後に売るっていう風な取引をできた人の数が3,382人いたって意味になります。で、このうち68.57%に当たる。 2319人が1人平均で22.73%利益。で、えっと、31.43%に当たる1063人が1人当たり平均してマイナス14.64%の損失。で、全部ひっくるめると10.98%の利益になりましたって意味になります。で、金額換算すると利益は27万円の利益で、損失はだいたい17万円ぐらいの損失で、全部ひっくるめると13万円ぐらいの利益になってましたって意味になります。で、標準偏差はですね、1年間の一括投資 投資でのリターンの振れ幅の大きさですねそれが10.98を中心に上下に振る前22.56って意味になりますでシャープレシオがこうで最大と最小がこうなってまして一番運が良かった人はこのファンドに投資して1年間で資産が72.12%増えていて逆に一番運が悪いと51.20%資産が減っちゃってましたって意味になりますで金額換算すると一番運がいいと86万円の利益が出ていたんですが一番運が悪いと61万円の損失が出ていたって形になってたみたいです えー、とりあえずこれが1年で、で、えっと、同じように3年もですね、えー、一応、えー、説明しておきたいと思います。 これは、2007年から2021年までは同じなんですが、えー、次はですね、360万円を一気にボンと投資して、で、そこから3年経ったら売るっていうふうな取引をできた人の数が、2902人って意味になります。で、このうち86.60%に当たる2513人が、1人平均で50.33%利益。で、13.40%に当たる389人が、1人平均でマイナス20.98%損失。で、全部ひっくるめると40.3% で、金額換算すると、利益は181万円の利益。で、損失は75万円ぐらいの損失。で、ひっくるめると、146万円ぐらいの利益になりましたって意味になります。で、標準偏差は、3年間の一括投資のリターンの振れ幅の大きさが、40.77を中心に上下に振るマイ41.84って意味になります。で、シャンプシーでしょうがこうで、最大リターンと最小リターンなんですが、一番運が良かった人は、このファンドに3年間一括投資でバンってやって 例えばまあ三百六十万円投資してで三年経ったら資産が百五十八点八八パー増えてましたよとで逆に一番上手いと三十九点二八パー減ってましたよとでえー、っと金額換算すると、えー、一番上良かった人は五百七十一万円の利益で一番下がる人え百四十一万円の損失が出てましたって感じになります、えー、とりあえずこれが三年でで同様の方法で六、えー、年九年十二年って形になりますでこれ見るとですねまあこの六年までですねまあ損失が出ているのはさっきと同じなんですがさっき と同じで。 で、えっと、9年と12年に関しても、さっきと同じで、えー、損失がゼロってなっているので、まあ、それなんで、えー、このファンドに関しては、えー、積み立てだろうが一括だろうが、えー、っと、9年以上このファンドに投資してた人っていうので、えー、損失はゼロに、えー、つまりは全員が利益が出たっていうふうな、えー、そういった形みたいです。ただ、違うのが、えー、っと、平均のリターンの幅ですね。えー、それがですね、えー、12年の場合だと、えー、これ、平均して252.84%のリターンなので、まあ、それなんで、平均して資産が、えー、っと、3.5倍ぐらいになった。 って形ですね。え、それなんでこれ、え、1440万円投資するわけなんですけども、え、それが平均して、え、3640万円の利益を生み出していたと。え、つまりはですね、ざっくり言うと、え、1440万円が、え、だいたい、えっと、5000万円ぐらいになってましたっていうふうな、え、そんな感じになります。で、え、最大リターンと最小リターンは、え、結構振れ幅ありまして、え、最大だと46 46、えっと、469.46%。え、つまりは資産がだいたい5.7倍になってるって感じですね。で、えっと、最小が78.91なんですが、 え、これ金額換算すると、最大で、えっと、6760万円のえ利益が出ていましたよと。え、つまりは、えっと、最初の1440万円の投資して、それが大体8000万円強になってましたよって感じですね。で、一番悪くても、1136万円の利益が出ていたって形なので、ま、約2倍になってるっていうふうな、そういった形みたいです。え、とりあえず、これがえ一括投資の検証で、で、最後に、えっと、積み立てと一括のパフォーマンスの比較ですね。そいつをやっていきます。で、比べるのは、リターンとえーディスク シシャープレッシュをこの3つになります。では、リターンから見ていきます。え、これ、リターン見るとですね、え、ここの赤い文字のところが、えっと、積み立てより一括で割った数値になるんですが、 これですね、えっと、積み立ての方がリターン低ければ赤で塗ってあるんですが、全部あ真っ赤っかなので、それなので基本的に積み立ての方が一括と比べて、リターン自体は大体0 5けぐらいな、そんな感じみたいです。で、じゃあ一方リスクはどうなのかっていうと、リスクはですね、えっと、積み立ての方が低ければ緑で塗ってあって、高ければ赤で塗ってルールにしてあるんですが、これ見ると全部緑なので、なんで、えっと、リターンは積み立て低いんだけども、えっと、リスクも低いよっていうふうな、そういった形みたいです。 じゃあ、え、ここのリターンとリスクの兼ね合いを見るシャープレシオはどうなのかっていうと、え、これはですね、1年に関しては、積み立ての方が、若干シャープレシオが低くなっている。え、つまりは、リスクに対するリターンの獲得効率が、え、必ずしもいいとは言えないっていうふな、え、そんな感じなのに対して、え、3年から12年ですね。え、これに関しては、え、積み立ての方がシャープレシオが高くなっているので、それなんで、え、ここの3年から12年、え、ここに関して言うと、えっと、積み立ての方がリターン自体は低いんだけれども、ただ取っているリスク量の大きさが、えっと、低い それよりも低いから、だからここのシャープレシオ、つまりはリスクに対するリターンの獲得効率で見るんであれば、全然積み立ての方が一括よりも良くなってますよっていうふうなそんな感じになります。で、このえっと3年から12年の場合はですね、ここのえっとリスク量の大きさ、この積み立てのリスク量の大きさを金額調整とかして、ここの一括のリスク量の大きさに並してあげると、てか合わせてあげると。 想定される積み立てのリターンというのは、一括投資のですね、それぞれこのシャープレーション場合になります。まあ具体的には、3年の場合だったらば、ディスク調整すると、積み立てのリターンというのは一括のリターンの1.16倍で、6年は1.34倍で、9年は2.27で、12年は2.87倍っていうふうな、そういう感じになると思います。ただ、1年に関してはシャープレーションは若干ですが低いので、なんでディスク量を調整してあげても、積み立てのリターンというのは一括のリターンの0.96倍にしかならないみたいな、そういった形みたいで えー、とりあえずですね、えー、これが積み立てと、えー、一括の比較で、で、これで動画は以上になります。はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでですね、いろいろ作ってますので、えー、何かしかリクエストとか、えー、あと質問ですね、えー、そういうのあったらば、えー、コメント欄に書いてもらえればと思います。はい。というわけで今回は以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。